私の情報網を使って調べたところによれば、あのシャドウムーンは過去一切の記憶を失っているのだ。アリバロンの言う通りだった。影の王子シャドウムーンはかつての栄光とその記憶の喪失という重い代償を払い、かろうじて生き延びたのであった。そして彼はさすらった。たった一つ残された仮面ライダー打倒という本能に突き動かされるままに、そして今 RX も悟った。信彦は死んだ。かつてのシャドウムーンも死んだ。今ここにいるのはクライシスと並ぶもう一人の強大な敵なのだと。仕方がないな。命令は命令だ。協力してやるとするか。俺の動きをモニターしていたのはシャドウム、お前だったのか。